皆さん、こんかがでございます。土曜日夜23時夜11時の今日この頃、いかがお過ごしでしょうか。リアルと二次元の狭間でバーチャルミュージシャン、バーチャルアーティストやってます湯の山かがりです。今日もお疲れ様でした。皆さん、3連休と何らかの人もいれば、今日もいや仕事だよ、学校部活やってたよっていう人もいると思いますが、皆さんお疲れ様です。私はですね、今日久しぶりになんか珍しく外出してタワーレコード行ってきました。いつぶりだろう、相当久しぶりですね。結局何も変わらなかったんですけど、なんかタワレコのバイヤーさんがおすすめされてる CD いろいろ聞いたりとか、いろいろずらーっと見て回ったりして、楽しいなと思いながら、なんか何も買わずに帰ってきてしまいましたけど、そして今日この配信を迎えてます。なんか普段のゲーム配信よりよっぽど緊張するんですけどね。なんか試験的にちょっと始めてみた縦型配信ですけど、本当にアーカイブにもまあ残すので、本当にラジオ感覚で気軽に聞いてもらったらいいなとか思ってたりします。
はい、で内容なんですけど、事前にですね、私 X でアンケート取ったんですよね。私配信するとしたらどんなんがいいみたいな感じで、でトークテーマガチャで引き当てたテーマでフリートークっていうのと、音楽ネタで喋り倒すっていうのと、あとはちょっとマニアックな好きな B 級映画のことをネタで話すっていうの3つだったんですけど、もう接戦の末、私が最も苦手とするトークテーマガチャが投票数トップになってしまったので、まあリスナーさんが望むならもうやるしかないということで、トークテーマガチャもうすでにバックグラウンドで準備しております。うまく本当に喋れるのかな私。とりあえずテーマは選ばずにですね、ランダムで本当にランジャルで出てきたやつはとりあえず答えていこうかなと思ってたりしますので、早速やっていきましょうかね。あ、その前に、後半が、音楽ネタをちょっと喋らせていただこうかなと思ってたりします。まあついこの間 X の方でポストでちょっと触れた私の大好きなミュージシャンの方の音源だったりとか作品だったりとか、その辺をちょっと、まあ、普段とは違ってちょっと深掘り、まあ、深掘りっていうのはそんなマニアックなことでもないと思うんですけど、多少ちょっと詳しめに話せたらなと思ってたりします。ということで、まず前半部分ですね、トークテーマガチャを早速やっていこうと思います。ちょっと BGM を変えます。はい、ということで、トークテーマガチャはもうバックグラウンドで準備されているんだよ。で、次これをポチッと押したら別のテーマが出てくるはずなので、それでやってみようかな。だいたい 3,40 分ぐらいかな、30分ぐらいかな、やってみようかなと思いますので、早速1個目でございます。いきます。はい、ちょっと待って、はい、いきなり重いな。あなたの大事な人を紹介してください。いきなり重いな。大事な人ですか、大事な人。大事な人、まあ私、まあリアルな話、一人暮らしなんですよ。なので誰かと、家族と同居したりとかではありませんので、まあ家族というか、まあ親だったりはもちろん離れたところにいたりはするんですけど、難しいですよね。大事な人じゃなくていい、人じゃなくていいだったらあるんだけど、ご存知、ペットのラグタンっていうね、ぬいぐるみを私はすごく大事にしていてですね、今も私がビックビックで配信してるのを、すぐ隣のシンセサイザーの上で、デーンって、横たわりながら一緒に配信を見守ってくれてます。私が曲作ったり、録音してる時も、だいたい隣にいたりとかね、とか、最近、まあ、冬は寒い季節だったらもう、布団で一緒に抱っこして寝たりとかしてるんですけれども、そういう意味では今大事な人はラグタンかな。あとはあれですよ、もう月並みですけれども、私の曲を聴いてくれたりとか、コメントくれたりとか、いろいろ配信見に来てくれたりとかしてくれてる方はやっぱり大事な人ですね、皆さん。前の配信でもちらっと言ったかな、まあメインは音楽活動なんですけれども、とですね、そもそもあんまり重い話にする必要するつもりはないんですけど、私いわゆる正しい形で青春的なバンド活動を正しくできなかったタイプの人間なんですよね。でそこに対する憧れっていうのはやっぱりすごくあったし、コンプレックスもすごくあるんですよ、未だに。
で、未だにって言ってもそんな経ってないけどね、そんな私の学生時代から。で、なのでただやっぱり曲は作りたかったし、音楽活動はしたかったし、そういうのに憧れていたので、こうやってオリジナル曲を作って皆さんの前にお届けしてるんですけれども、結構それに対して曲をちゃんと聴いてくれたりとか、歌詞もちゃんと見てくれたりとか、いい曲だったとか、コメント感想をいただける人が何人もいるっていうこと自体が私にとっては結構奇跡みたいなものだし、あとなんせ私活動を始めるとき本当にトーク配信とかやるつもりなかったんですよね、もともと。高井田真希さんこんばんは、来てくれてありがとうございます。今前半部分のトークテーマガチャで引き当てたテーマで喋るという、私が最も苦手とするテーマで今配信してます、ですね。で、そう、だってファンアートまでいただいちゃいましたからね、この間後ろに飾ってますけど。だから活動を見てくれたり応援してくれてる人がこんだけいるっていうことがすでに私にとっては結構奇跡みたいなものなので、そういう意味では本当にありがたいなとか思ってたりしてますよ。はい、こんな感じで答えになってるのかな。多分そういうことじゃないんだろうな、大事な人を紹介してくださいっていうのは。まあいいや。ということで次のテーマです。これ真面目かカテゴリーなんだ。カテゴリーちなみにですね、恋愛、面白、悩み相談、真面目、エンタメ、生活っていうのがあって、今私はそれ全部ひっくるめたランダムで出てくるようにしてるので、本当に何が出てくるか分かりません。で、ガチでちょっと答えづらいテーマあったら申し訳ないけどスルーさせていただきますので、あしからず。ということで次のテーマは、はい、どんな人がモテると思いますか。難しいな。モテるってそもそもなんだ。これも当たり障りのないことしか私言えないんですけど、私自身もそんな恋愛経験マシマシとかそんなわけでは全然ないからね。マメな人、気がつく人でしょうね、多分。そうじゃないのかと思うんですよ。マメな人、なんていうの、マメな人のムーブって、人によってはすごくストレスかかっちゃうんですよね。なんか気使わないといけないし。で、なんて言うんでしょうね、自分の大事な人にだけマメにしとけばいいやとか、そういうもんでもないでしょ、多分モテる人って。多分ですけど、だけどそれがなんかストレスと思わずにナチュラルにできちゃう人がやっぱりモテるんでしょうね。私はダメだなもう自分のことで精一杯になっちゃうんで、あんまり人のこと気配れないんですよね。だからそういうことをあんまり苦労と思わずにできちゃうタイプの人が、もう一種の才能ですよ。だからでもそういう人がモテるんじゃないんでしょうかね、男の人でも女の人でも。っていう当たり障りのないことしか言えないなあとは何でしょうね、お金持ってる人とか、単純にそういうことになるのかな。とかそれってまあ短絡的なもんですよね。なんかはい、もうこの辺にしとこうはい、じゃあ次行きましょう。はい、ハメを外すことってある。あー、ハメを外すことですか。最近はあまりないかもしれません。昔は多少ありました。
の方でタグハッシュタグで私のいいねくれた数だけ私のどうでもいい情報を流すみたいなタグが流行ったことがあって、それで私なんかポストしたことがあるんですけど、まあご存じの通り私はお酒がまあまあ好きなので、まあ大体一人でね、飲んじゃうことが多いんですけど、うん、2回大きなやばいことをやったのが、やばいって言ってもそんな人に迷惑かけるとかじゃないですよ、全然主に自分に迷惑をかけてただけなんですけど、1回が朝起きたらスマホが見当たらない、どこだどこだって探したんで、二日酔いでめっちゃしんどい中部屋中を探したんですけど見つからなくって、夕方あたりに冷蔵庫の中開けたらスマホがキンキンに冷えて入ってたんですよ。で自分でなんで冷蔵庫に入れたのかも全く覚えてないんですよ。キンキンに冷えてたけどスマホはぶっ壊れてなくて無事だったんで良かったんですけどね、本当に良かったよ。とかあともう一個が、やっぱりお酒をまあまあ飲んだ後寝て次の朝、あれメガネがない、木野さん、今回が来ていただいてありがとうございます。今、前半部分の、トークテーマガチャに引き当てたテーマで、おしゃべりするという、私の最も苦手なことをやっております。で、髪を外すことであるっていうことなので、お酒を飲んだ時のエピソードを話してますけど、ですね、その時が、朝起きたらメガネがない。どこだ、どこだ、どこだってなって、もう、メガネかけてないと私、目めちゃくちゃ悪いんですよ。右目が乱視入って、どういう理論でそこに置こうとしたのかがめちゃくちゃ気になる。本当ですよね。酔っ払ってた時の私に聞きたいわ。なんで冷やそうとしたんでしょうね。その時の私は。なんか、夏で暑いから、冷たいところに置いてあげようとか、いやもうそれいつだったかも、確か冬とかじゃなかったと思うんですよ、その時。スマホさん iPhone さんが暑くてしんどそうだから、 iPhone 熱に弱いらしいですからね、冷蔵庫の中でひんやりさせてあげようとか、いやそんな優しくないの私、多分酔っ払ってた時ただでさえ、ね、はい。もう一個がそのまあ、メガネがないないって言って、やっぱり、もう、焦点、視点ぼやけてる中で探し回ったら、靴の中にしゃけた状態であったっていうね、メガネが。メガネ、それ一個しか持ってなかったので、その時。もう、しゃけた状態のままをこう、無理やりかけてから、メガネ屋、最寄りのメガネ屋さんに行って、で、すいません、メガネくださいって、買いに行ったことがありますね。店員さんからは何も言われなかったのが余計に辛いですよね。どうしたんですかそのメガネとか、そう一言もなくて淡々とちゃんとかっこいいメガネをおすすめしてくれたし、視力もちゃんと測ってくれたから良かったんですけど、淡々とどういうのお好みですかみたいな感じで、はい見えますかみたいな感じで、淡々と本当に接客されて、逆に、ね、ツッコミも何もなくてちょっと余計に悲しかったし、で買う予定のないメガネを買っちゃったので、お財布的にもだいぶ辛かった思い出がありますね。羽を外して失敗したのは結構、その二つの事件が思い出深いですね。はい。そんな感じでよろしいでしょうか。お酒は本当に飲んでも飲まれるなですからね、皆さん。まあ、分かってはいるんですよ。分かってはいると思うんですよ、皆さん。だけど、本当に飲んでも飲まれるのです。次の日後悔するのは自分だからね、一番後悔するのは。はい。ということで、次のテーマは、はい。なんだこれは。18歳女子っす。
この前自撮りの漏れた写真を LINE のトップ上にしたんですが、女友達から自分のこと可愛いと思ってるの、トップ上が自撮りはありえないと言われた。別に良くないでしょうか。別にいいじゃん。私も SNS とか、なんだろう、YouTube の、ヘッダーとか全部自分の自撮りだし。後ろにね、自分の姿が描かれたファンアートを飾ってるぐらいですからね。全然、LINE の特例全然いいですよ。っていうことじゃないって。うん。ですね。むしろ、羨ましいですね。全然煽りとか何でもなくって、そういうのって。自分の顔とか自撮りを、不特定多数の人は見る SNS のプロフ画像とかトップ絵にできるのって、自分が結構好きじゃ、自分のことを自分で結構好きでいてあげないとできないことだと思うんですよ。それって結構もう煽りでも何でもなくって、いいことだなと思います。私はそれがなかなかできないタイプの人なので、自虐とかそういうのは全然ないんですけど、なんかちゃんとそれナチュラルにできる人って、単純に素敵だなって私は思うよ。18歳女子の名前も知らないあなたあなたってだから全然いいんじゃないんでしょうかと思います。はい、別に、だから別にいいよって言ってあげたいよね。まあこの配信を、このトークテーマ投げた人は見てるかどうかは知らないけど、はい。ということで、次の勝手、テーマはこれです。一人芝居やってみて。ちょっとやめてよ。トークテーマガチャの中でもこれが一番苦手なやつじゃない？一人芝居。一人芝居。じゃあ、どうしようかな。ちょっとお酒飲んでいいですか？ちょっと、お酒飲まないとこれダメだ。はい。はい、じゃあちょっと頑張ってやってみましょうかね。はい。普段。猫ミームやってみる。猫ミームって一人芝居でできるものなんですかね。猫ミームを一人芝居ってハードル高いな。わからん。ちょっともう一杯飲んでいいですか。はい。じゃあ一人芝居やります。今からですね、私の右手と左手がですねバトルします。右手くんからね、俺は右手だ、俺は今パーを出しているんだ、左手俺に勝てるかな。パーだと、クソ、俺はこの固く握りしめたグーしか武器がないんだ。どうしよう。どうすればいいんだ。どうすれば、あいつに勝てるんだ。待てよ。合体すれば、君と僕でヘリコプターになれるじゃん。これで戦いなんかやめて、アメリカに行こうよ。アメリカに。はい。はい。じゃあ次のテーマいきまーす。はい。辛いな。今から24時間後に世界が滅びます。ですが、それまでの間、3つ以内であれば何をしても許されます。あなたは何をしますか？ 24 時間後に世界が滅びます。何をしても許されます。あなたは何をしますか？難しいですね。だって、24時間後に絶対滅ぶんでしょ。これただ、やっぱり24時間後に自分も世界と一緒に滅んじゃうってことなんですかね。それは決定なんですかね。
しいね。今の私だったら配信してるかもしれない。世界が滅びる様を見ながら。キノさん、あ、薄皮クリームパンの皮むいてクリームだけ食べる。あ、それクリームだけ食べるってけど逆に難しい気がする。美味しそうだけど。それもいいですね。なんかそういうライフハックありますよね。とかちょっと前にあったゾンビもののアニメでもありましたけど、世界が滅ぶんだったらそれまでにやりたいことをバーってノートかなんかに書き出して、それをやってみると意外と世界が滅ぶ滅ばない関係なくできるじゃんみたいな、ライフハックみたいなのありますよね。だから薄皮クリームパンの皮むいてクリームだけ食べるっていうのは案外できるかもしれない。2012のラジオの人、あ、それなんだろう、2012のラジオの人って なんだろう、私知らないけど、なんかそういうのがあるんですか。ただ3つ以内って逆に難しいですよね。しかもなんか超能力を使えるとかそういうのでは全然なくて、あくまで自分が普段できる範囲のことしかできないってことでしょう。だから難しいよね。で、必ず24時間後に世界もろともみんな終わっちゃうってことですよね。なんかけどこう考えるとロマンありますよね。例えば24時間後に世界滅びるって分かって私が配信するわけですよ、生で。世界が滅びる様を見届けながら、まあ楽器でも弾きながらですね。それを世界が滅びて、なんもうすごい先、まあいわゆるポストアポカリプス的な感じで別の文明の人たちが私の配信のアーカイブを発見するかもしれないんですよ。お、これは古代人のこのメガネっ子が何やらメッセージを残していたみたいだぞみたいな感じで私の配信のアーカイブを見るかもしれないんですよ。どっかのサーバーに残されてたらね。ただそれはそれでロマンがあるなとか思ったりしますよね。だからなんかこれの答えで言うと次の世代の文明の人に発見できるようなアーカイブを残すのような気がするな。私の一番やりそうなこととしてはそんな感じでございます。はい、じゃあ次参りましょう。自分が今住んでるところから一番遠くに行ったところはどこ。あ、今まで行ったところでってことですか。今まで行ったところでっていうとですね、これはぶっちゃけますが私はアメリカに行ったことがあります。まあ深くはお話はしませんが、でその中でも日本からの直線距離でいうと多分一番遠くに行ったのはニューヨークですよね。なのでニューヨークに行ったのが一番遠くに行ったってことになるんじゃないでしょうかね。ニューヨークはなんか遠かったですね遠かったですねってあれよ、だってもう私狭いところとか人が密集してるところはすごく苦手なのに、国際線の飛行機で缶詰は正直相当きつかったですね。着いちゃえばですね、割と楽なんですけどね。で次、あ、これ真面目かと思いな、次のテーマは、はい、天候を操る能力を授かったら何をしますか。とりあえずあれですよね、私が晴れていてほしい日に
晴れにして、雨でもいいやっていう時に雨にするぐらい。私基本人畜無害なんで、なんかどっかに雷落としてやれとかそういうのはあんまりないですね。ただまあ、ね、それはそれで、あの農作物とか育ててる方とかからしたら、私の気まぐれでね、なんていうんですか、生活が左右されてしまうので、それはすごく申し訳ない気がするな。まあ、だから、授かったとして、その程度のことしかなんか考えつかない気がするかな。なんか、本当はですね、なんか、天候を操ってなんかそれをビジネスにしてとか、そういう考えもあると思うんですけど、多分私そこまで頭が働かない気がする。他のことに夢中で。とりあえず自分がなんか、遊びに行ったりとか、たまに、外出するときにさえ、雨が降らなきゃいいやっていう感じで。あ、ちなみにですね、私、晴れ女ですからね。こんな感じですけど、私は晴れ女です、ちゃんと。不思議と、出かけようと、珍しく出かけようとするときには、晴れることが多いので、勝手に自分のことを晴れ女と思っていますが、実際はどうなんだろう。はい、次行きましょうか。はい。魔法が使えたら何をするの？魔法が使えたらね、やりたいこといっぱいありますけどね。どんな魔法っていうね。魔法は、ちなみに、これ言うと話がちょっとややこしくなりそうなんで、あれなんですけど、いわゆる魔術、結構、ガチめの魔術書みたいなやつ、私結構内容好きで、何冊か持ってたり読んだりはしてます。マスターさん、今回が来ていただいてありがとうございます。今、前半部分のトークテーマガチャで引き当てた、テーマで、喋るという、私が最も苦手とする、テーマで配信しております。魔法が使えたら何をする？そう。割とガチめの魔術書みたいなやつ、私結構好きで、まあ、タロットも好きだし、その流れで、何冊か読んだりはしてたり、あとは本棚にあったりするんですけど、いわゆるオカルトとかは私あんまりなんですよ。ただ、真面目な歴史学というか、なんかそういう観点で見ると割と面白かったりとか、あとは、いわゆるガチな魔術書って結構自己啓発本に近い内容だったりするので、そんな変な意味での自己啓発本では全然なくて、まあ、なんて言うんですか、もう当たり前のことしか意外と書いてなかったりします。もうすごく噛み砕いて言うと、日記を毎日とにかく書き続けることが大事だよとか、どうしても書けなかった時は空欄で済ませるんじゃなくって、今日は書けませんでしたごめんなさいって書くことが大事なんだよとか、そういうことが書いてたりするんですよ。すごく今ざっくりかいつまんで言っちゃいましたけど、なので、逆にそういう超常現象的な魔法が使えたら何をするっていうのがいまいち想像つかないかもしれない。本当に何でもできるんだったら、あれですね。高齢術で、今亡くなってる超有名ミュージシャンとか超有名ギタリストとか、その人たちの魂を丸ごと私に憑依させて、すごい曲を作りたいとかはありますけどね。だから、まあ、そのあたりかなとか思ってたりします。はい。どうしようかな。あと、二つぐらいにしようかな。このテーマは。はい。じゃあ次行きましょう。自己肯定感を上げるにはどうしたらいいですか？やればできるじゃんと自分へのご褒美も多めなのですが、すぐネガティブに考えてしまい力を発揮できません。私もまあ根っこはネガティブだからね、すごく気持ちはすごくわかります。どちらかというと、なんて言うんでしょうね。ネガテ
ブに考えちゃう自分を武器に変えてしまうというか、私はなんか最近そういう風に考えるようになりました。あ、これとてもわかる。私もです。私も根っこはもう、自己肯定感はむしろ超絶低いタイプの人間なので。で、ただ、最近特にこの活動を始めてからなんですけど、なんていうんですか、ネガティブ部分を出すのは自分の曲の中でだけで十分だなっていう考えに最近言ってて、だから逆にすごく健康的っちゃ健康的なんですよ、今。さっき、話出てた、さ、LINE のプロフ画像を自撮りにしちゃう18歳女子とか、そういう、ほっといても自己肯定感高い人は世の中にたくさんいるわけですよ。けど、そうじゃない人も、まあ、私みたいな人もたくさんいるわけで、じゃあ、その人がどうすれば気持ちよく生きていけるのかっていうのが、もう永遠の課題なわけですよね。で、これ、いつだっけな、忘年会配信の時にも言ったんですけど、結構私それがヒントになったのが、イギリスのバンドのマニックストリートプリシャスとか、あの辺の人たちで、要は、ネガティブに考えてることとか、ネガティブな感情とか、自分嫌い、自分嫌い、ああ、嫌だっていうのを、逆に反転させてすごく爽やかなメロディーで歌ってる人たちって素敵だなっていうのがすごく私の音楽性の根っこにあって、まあそういう感じでなんか消化できる、いい方法が、別にこれ音楽じゃなくてもいいと思うんですよ。私の場合はたまたま音楽が一番にあったわけなんですけど、なんかそうじゃなくてもね、本当に何でもいいので、ネガティブを武器にできるような戦場って言っていいのかな、なんかそういう場面に引っ越す、そういう場面で作品を作るとか、まあ音楽でもいいし、絵でもいいし、漫画でもいいし、小説でもいいし、詩でもいいし、何でもいいと思う。なんかそういう場面でなんかとりあえず作品作ったらいいんじゃないのかなと思います。私はそうしてます。混乱してますけど、結構ネガティブでおすすめされそうな時とかたくさんありますよ、日常生活を送ってて。なのでまあ、そういう時私はもう最近はしめしめネガティブ来てくれた曲のネタにできるぜっていうマインドで生きてるので、すっごく健康になりましたので、健康って言っていいのかな、そういうマインドセットはちょっとおすすめです。参考になるかどうか分かりませんが、はい。じゃあ次行きましょうか。次で最後くらいかな。はい。自分へのご褒美は、お、最後にふさわしい質問かもしれませんね。自分へのご褒美、やっぱり買い物なのかな、とか美味しいもの食べるとか、いいお酒飲むとか。いいお酒って言えばそんな大したことはないんでしょうけど、ただ私どちらかというと自分へのご褒美って食べ物とか飲み物みたいな形に残らない、あとは旅行とか形に残らないものよりも、どっちかっていうとなんか形に残るようなものの方が好きだったりするかもしれないですね具体的に言うと楽器とか機材とか、あと何でしょうね、アクセサリーとかいいお洋服だったりとか、その辺が何かしら形に残るものを自分へのご褒美として買っちゃうことがある気がするなと思います。はい、こんな感じで、よかったんだろうか。ちょっと一人芝居のテーマが出た時はどうしようかと思ったけど、もうこれ自分でアーカイブ見るのも結構嫌なぐらい、もうさっきの自己肯定感の話じゃないですけども、自己肯定感、どん下がりでしたからね、あの時は私。いやー。
ということで、トークテーマガチャはこの辺りにしようかなと思います。はい、一旦を振ってで、こっからはちょっと音楽のお話をしようかなと思いますので、これ出るかな。はい、かがりの棚塚ボリューム1ということで、私ここではですね、後半部分は、私の好きなミュージシャンの作品であったりとか音楽作品であったりとか、そのあたりをちょっと普段の X のポストとか普段の配信とはちょっと違う様相で、多少ちょっとマニアックな詳しい情報も入れつつ解説していけ、解説っていうほどでもないな、まあご紹介できたらなと思ったりしてます。ということで、今日かがらじ1回目で取り上げさせていただくアーティストさん2組、ワールズエンドガールフレンドと戸川純さんのお二人なのかな、とさせていただいています。まずワールズエンドガールフレンド、これがですね、日本のバンドではないですけどね、厳密に言うと日本のアーティストです。まあ、前田さんっていう方が、中心人物でされているプロジェクトで、ジャンルで言うと、エレクトロニカでもあり、インダストリアルロックでもあり、時々ちょっとハードコアチックな音色もあり、かというとすごくポップでもあり、基本はただインスト音楽なんですよね。まあボーカル入ってたりする曲も中にはあるんですけれども、とかスキャットだけの曲とかもあったりしますけどね。基本はそういうジャンルのインスト中心に、楽曲を作られて発表されている、日本のアーティストさんです。で、似てるところで言うと、これ似てるとも私はそんなに思ってないんですけど、エフェクツインとか、あとは何でしょうね、マッシブアタックとか、あのあたりが、あとは私はどちらかというとナインインチネイルズがすごく大好きなので、そことの親和性を感じて結構ハマり込んでいっちゃったタイプなんですよね。で、私がなんでこの人たちを知ったかというと、映画でですね、遅い人っていう映画があるんですよ。結構この映画はもう悪がめちゃくちゃ強いので、あんまりダメな人は本当に苦手だと思うので、そんなおすすめは強くはできないんですけど、いわゆる障害者の方をテーマにした映画で、遅い人っていう映画があるんですよ。私はちなみにすごく大好きです、この作品。ただ、繰り返し言いますけど、あんまりみんながみんなにおすすめはできないので、内容をよく注意してから見てください。その遅い人っていう映画で、この人たちの曲は使われてたんですよね。エンドロールでも確か流れてたし。で、それで知って、で、その曲が入ってるアルバムを聴いて、そっからどんどん遡ったりとか、あと新しくリリースされたアルバムを聴いたりしてどんどんハマっていって、で、私もともとさっき言ったんですけど、ナインチネイルズが大好きで、で、そことのちょっと親和性を、まあ音楽性とかその音色とかはそんな似てるかって言われるとそこまででもないと思うんですけど、やっぱりちょっと影があるというか、そういう場面と、あとはいわゆるインダストリアル風な音色を多用するエレクトロニカともう激しいロックをすごくいい塩梅で混ぜ込んだような音色で曲を作られる方なので、そこがすごく好きで、私はドンハマりしちゃった人たちです。で、今回取り上げるのがザ・ライレイランドっていうアルバムなんですけど、これ何が有利かっていうと、もうAmazon の
レビューが一部で有名ですよね。それで結構ネタにされることが多いアルバムです。まあ、Amazon でこのザ・ライレーランドっていうのをググったら一発で出てくるし、さっき私確認したんですけど、そのレビューまだ残ってますからね。今、音読しましょうか。2006年の9月30日にレビューされてる記事ですよ。相当前ですよ。もう20年近く前ですよ。私、まあもちろんその2006年とか、ワールズ・エンド・ガールフレンドのこと全く知らなかった時期ですけど、新しい人っていうハンドルネームの人が、タイトル、綺麗な世界っていうタイトルでレビューされてます。ちょっと音読しますね。世界の終わりを大好きな女の子と眺めている感じ。廃墟でじゃれ合っているような、血の海でキスをするような、とにかくそんな感じ。満員電車ではこれを聞きます。目をつむると、とても暗くて残酷な世界。あまりの凄惨さに少しいたたまれてなくなるほどの光景。終わる世界、壊れる君、悲しいね。だけど現実よりもよっぽど綺麗だっていう、ちょっと失礼ですが、ちょっと痛いレビューがすごくミーム化されて、それで結構ネタにされることが多いアルバムなんですけど、実際誤解を恐れずに言うと、このレビューは結構的を得てるっちゃ的を得てます。ぶっちゃけそういう世界観だって入り込みやすい、そんな感じの楽曲が展開されてるので、なんていうか誤解を恐れずに言うと中二病的というか、本当に今の中二病的っていうワードでビビッと来た人が聞くと多分すごく気に入るような感じですよね。その下に何か評価1のレビューがあったりするから、賛否両論っていう形なんでしょうけど、なんだろうな、この人が言ってる風はピンクフルーのキングクリムゾンとは全く別物だと私は思うけどな。で、このなんかネタにされるレビューなんですけど、1634人のお客様がこれが役に立ったと考えていますっていうことなので、真面目な話、私はこれ煽りでも何でもなく、同じ音楽を作ってる人としてですよ、ここまでアルバムを聴いて感想を書いてくれるっていうこと自体めちゃくちゃ尊いよねって思うし、それだけのすごい作品だなって私は本当に思いますよ。実際私大好きだしね。ワールズ・エンド・ガールフレンド、このアルバム以外にもたくさん、もうつい最近というか去年もアルバム出してるんですけど、いろいろ出してる中で結局一番好きなのは多分これなんですよ、私。これと同率1位ぐらいで、この2個後のセブン・イディオッツっていうアルバムも大好きなんですけど、セブン・イディオッツはこのマイレランドと結構方向性違っていて、どっちかっていうと生バンドっぽい感じの曲がすごくかっこよくて素敵だったりしますね。超荒削りなギターとベースでがガンガン鳴って始まる曲とかもありますしね。ライブランドはどっちかというともうちょっとシンフォニックというか、なんか童話の世界的な感じ、生バンドっぽさよりはなんか、プログレ感っていうとまたちょっと違うんだろうな、ちょっと童話の世界観というかファンシー感が前面に出てるアルバムで、とっても素敵なアルバムです。ただ、一個だけ言わせていただくとすると、この人が書いてる、世界の終わりを大好きな女の子と眺めてる感じ、廃墟でじゃれ合ってるような血の海でキスをするような、とにかくそんな感じっていうのは、どちらかというとこのライレランドよりも、この一個前のミニアルバムの方がそういう世界観だと私は思います。それこそさっき言った、遅い人の、シンギング・アンダー・ザ・レインボーとかが入ってるミニアルバム、この1個前にリリースされてるんですけど、どっちかっていうと、そっちのミニアルバムの方が、本当に世界の終わりの風景を大好きな女の子と眺めてる感じの、本当にそういう感じの曲が展開されるので、もう、どっちかというと、このレビューそのまんまの曲が聴きたいんだったら、
1個前の EP を聴いてください、ぜひ。その EP もすごく素敵なので。シンデレラ・ザ・レインボー、いい曲だよね。はい。というのと、もう一つ思い入れがあってですね、私、ワールズ・エンド・ガールフレンド、一回、生でライブを見に行ったことがあるんです。まだコロナになる前の時期で、ザ・ラスト・ワルツ・東京っていうツアータイトル、ライブタイトル。で、それを見に行ったことがあるんですよね、生で。もう、めちゃくちゃ良くってですね。で、このザ・ライレーランドに入ってる曲で、私がこのアルバムの中でもめちゃくちゃ好きな曲です。スコーピアス・サーカスっていう曲があるんですよ。曲順で言うと、何曲目だったかな？6曲目？6曲目に入ってる結構長めの曲なんですけれども、その曲もやってくれたんですよ、ライブの時に。で、もともとその時のライブって、ゲストでですね、青木豊さん、ギタリストの、が、出演される予定だったんですよね。青木豊さん、私大好きなギタリストなんですけど、バンドで言うと、ダウニーとか、あとアンキーとかで活動されてた方ですね。超絶かっこいいギタリストです。で、もともとその青木豊さんゲストで、出演される予定だったんですけれども、病気になられて、結構重めの病気だったんですよね。で、体調が悪くてちょっと参加できないっていう雰囲気になってたんですよ、その時。で、見に行ったら、スコーピアスサーカスやったんですよ、割とライブの真ん中に差し掛かるぐらいの時に。で、スコーピアスサーカスやってくれたらよかった、好きな曲って思って私は客席でぶち上がってましたけど。で、まあ、最後の激しいセクションに行って、ダダッツダダって言って曲のエンディングになるじゃないですか。で、終わったと思ったら、いきなり後ろから青木豊さんが出てきたんですよね、ギター持って。で、その CD のアルバムの音源とは全く違うスコーピアスサーカスのアウトロを、がっつり引き伸ばして、青木豊さんが入ってからトリプルギターでやってくれて、で、もう、言ったら美味しいところを全て青木豊さんが持っていったっていう。で、その後、2曲ぐらい一緒に弾いて、青木豊さんそこから引っ越っていったっていうのがあったんですけど、私、まあそんなライブを私いっぱい見に行くような感じではないんですよ、もともと。ただ、誰かのライブで見たというか、ライブアクトとして見た、ギターパフォーマンスで、あれがひょっとしたら生涯、今のところベストかもしれないっていうぐらい、すごかったです。スコーピアスサーカスのアウトロで出てきて、美味しいところを全て持っていく青木豊さん、これ実はワールズ・エンド・ガールフレンドのオフィシャルとか、バージン・バビロン・レコーズのオフィシャルの YouTube でその時のライブが上がってます。まるまるこれぜひ見てください。もうアウトロで登場して美味しいところを全て持っていく青木豊さんがマジでかっこよすぎますので、私はそしてその場にいました、客席に。これは本当に素晴らしかったです。気になる人はもう YouTube で検索したら多分出てくるので、ぜひぜひ見てください。ということで、私個人的にもとっても思い出の深いアルバムですので、ぜひぜひ気になった方は聞いてみてくださいね。というのと、2個目のトガージュンはなんでトガージュンっていう感じなんですけど、実はちょっとつながりがあってですね、ワールズ・エンド・ガールフレンド
やられてる中心人物の前田さんっていう方が、さっき言ったバージンバビロンレコーズっていうのを主催されていて、そこに所属、うん、なんか、バンピリアっていうメタルバンドがいるんですよ。で、その人たちが戸川純とコラボして1枚アルバムを出してるんですよ。戸川純水バンピリアっていう名義で、私がなとホトトギスっていうアルバムですけど、これ手元の iTunes の分類ではオルタナティブに分類されてますけど、割とちょっとシンフォニックメタル風な感じだったりするんで、結構混ぜるな危険を混ぜたみたいなアルバムで、これはこれでめちゃくちゃかっこいいんですよ。内容としては戸川純の昔の曲、まあ、好き好き大好きとかバーバラセクサロイドとか、ヤプーズとか、あとはゲルニカの時の曲は入ってるのかな、入ってないのかな、サラギカの女とかも入ってますよね。ミクヤのようにのアレンジもめちゃくちゃかっこいいですよね。っていうこの、まあメタルバンドと一緒にコラボしたアルバムが超かっこよかった戸川純さんっていうので、ぶっちゃけそれきっかけで私は知りました。なので全然深いファンではないので怒られるかもしれないんですけど、戸川純のことをちゃんと知ったのはあれです、バンピリアムのコラボアルバムがきっかけです。でそっからちょっと遡るような形で聞いていって、で聞いた時にもうぶっ飛んだのがこの昭和狂恋っていうアルバムですね。これがもともとこの方の活動何周年かを記念して作られたアルバムですよね。あ、ちょっとちょっぴりおしゃれ、気になる。気になったらぜひぜひ聞いてみてください、ね。本当にこの2作品はおすすめだし、さっき言ったラストワルツ東京のスコーピアスサーカスのライブアクトは本当に青木さんがマジでかっこいいから。あ、大事なこと言うの忘れてた。で、青木豊さんが結局、そのライブの数ヶ月後に亡くなったんですよ。ご病気で。なので本当に亡くなる数ヶ月前のパフォーマンスだったんですよ。で、亡くなられた後なんか前田さんがツイッターかなんかで言ってたのが、あの時実は結構体調も良かったんで元気だぞっていうのをアピールするためにびっくりさせると思って出てもらいましたみたいなことを言われてたんですけど、結構私は信じられなかったですね。結構あ元気じゃんと思ってぶっ飛んでたら数ヶ月後に亡くなっちゃったっていうのでかなりショックだったんですけど、もうライブパフォーマンスはぜひ気になる方見てほしいです。オフィシャルが動画で上げてくれてるので、ね、ぜひぜひ見てくださいね。と戸川純の昭和狂恋のお話に戻りますが、これが戸川純さんが昭和の名曲の歌謡曲を、まあ、カバーしてるっていうアルバムになるんですが、そのアレンジがめちゃくちゃどれもかっこいいんですよ。特にアレンジって言いましたけれども、この曲の編曲というかアレンジに参加してるのがゲルニカの上野浩二さん、ゲルニカって戸川純と上野浩二さんが2人でやってた時代を先取りしすぎたと言われてるユニットです。ゲルニカの曲もかっこいいですよね。私ギンギン歌うとか大好きですからね。で、もう一人が平沢進が曲のアレンジをこのアルバムはしてますよね。曲で言うとバージンブルースとかリボンの騎士とかはアレンジは平沢進さんが手掛けられています。めちゃくちゃかっこいいです。リボ
iPhone の機種はあれですよ、私も作品詳しく知らないけど、あの手塚治虫のあの作品のアニメの曲を広沢すすむアレンジで戸川純が歌うという、まあ劇薬だけど超かっこいい要素しかないというアレンジなんですけどね。もうなんかだって原作のリボンの騎士はさ、ちょっと可愛らしいじゃないですか。でもこの昭和級に入ってるあのリボンの騎士って曲調で言うと本当になんかバスターソードみたいなの背負ったごつい女騎士が馬に乗ってこっちに突進してくるみたいな、そんな感じのアレンジなんですよね。めちゃくちゃかっこいいです。バージンブルースも原曲聞いたとき正直私こっちを先に聞いたんですよ、戸川純バージョンで。原曲聞いたときの落差がすごかったので、むしろもうこっちのイメージが強くなりすぎちゃったんですよね、聞いたとき。で、まあ、アルバムの流れも、なかなか素晴らしくて、1曲目から3曲目がどちらかというと、もう、昭和歌謡的な、いい感じのアレンジがされてるのが、4、5で結構ぶっ壊しにかかって、6曲目で爽やかに終わるっていう、ススッと聴けちゃうアルバムなので、別に昭和の歌謡曲とか好きな方じゃなくても、単純に私みたいに、わ、かっこいい、なんだこれってなって、聴けちゃうようなアルバムだと思いますので、ぜひぜひこれは気になった方がいたら、聴いてみていただけるといいかなと思います。で、これが気に入ったらですね、ゲルニカとかも聴いてみるといいんじゃないのかなと思います。さっきも言ったように、銀利アウターとかめっちゃ大好きですね。自転車乗ってるときついつい歌いたくなっちゃいますよね、あれとか。もう口ずさみたくなるっていうのは偉大ですよ、本当に。という感じで、かがりの棚塚ボリューム1ということで、ワールズエンドガールフレンドのザ・マイレランド、戸川純の昭和狂恋っていう2作品をおすすめさせていただきました。で、多分これサブスクとかでも全然聴けるはずだし、まあ今ね、さっき言ったザ・ラストワルツのライブなんかは YouTube で普通に見れたりするので、気になった方はぜひぜひ聴いてみてもらえると嬉しいなと思います。こんな感じでかがらじの中では私が大好きでやまない音源をこんな感じで紹介できたらなと思いますので、まあ、次回以降ももし需要があるのかな、あれば別のやつとかも取り上げたいなと思っておりますので、また聞いてみてくださいね。はい、ということで、だいたい私ちょっとラジオ番組的な感じなので尺は決めとこうと思ったんですけど、ちょうど今1時間ぐらいですね。はい、ということで、かがらじ1回目こんな感じで、やってまいりました。ここはちょっとここからちょっとプチ告知しようかなと思います。ですね、告知っていうほどのものでもないんですが、曲を作っております。X でチラチラポストしてた通り、今3曲ぐらいちょっと同時進行で作ってたりします。うち1曲がいい感じで今レコーディングまで完パケ近日中にできそうかなっていうのと、もう1曲はまだちょっとかかるかな、最後の1曲はまだこれからっていう感じですけど、まあ湯山かがりとしての曲なのか、そうじゃない形でなのか、どういう形で公開できるかは、次のラジオの時に相談してみたいな。いわゆるお便り相談的なやつですか。それむしろ歓迎ですね。どうすればいいんだろう。一応私マシュマロはあるんですけど、あれ匿名になっちゃうので、
どうしようかな。ハッシュタグ決めて、それでポストしてもらうとか。か、匿名が良かったらマシュマロで、ハッシュタグ付きでマシュマロを投げつけてもらうとか。そういう感じにしましょうか。多分、そうすればいいのかな。じゃあ、あれですね。トークテーマガチャは、次回の。ああ、お便り的な、あ、そうですよね。それ、むしろありがたいです。私としても。なので、お便りいただけるのは本当にありがたいので。じゃあ、トークテーマガチャは引き続きやるんですけれども、それとは別枠で、いただいたお便りに対して、私が答えるみたいな時間を次回設けましょうか。質問箱は匿名なんだっけ？質問箱っていうのがあるんだ。ちょっと調べてみよう。どうしようかな。質問箱はどんなやつなのか。ちょっと待ってね。質問箱も匿名っぽいですね。多分マシュマロと同じ感じですね。なので、じゃあ、ハッシュタグ、設けましょうか。ハッシュタグは、この後、X でポストします。で、匿名で聞きたい方は、マシュマロの方にそのハッシュタグをつけて、私宛にぶん投げてもらう。で、匿名じゃなくてもいいよ、名前も言ってくれていいよっていう方だったら、X のポストで、ハッシュタグ付きでポストしてもらう。っていう感じで、次回までにいただいたやつを、私がエゴサなり何なりして集めて、お答えさせていただくっていうセクションに、特定のガチャとは別の後ぐらいに、ちょっと別枠で、作りたいと思います。松田さん、ありがとうございます。じゃあ、そんな感じでちょっと、次回は、お便りご紹介、兼、かがりに相談みたいなコーナーを設けたいと思いますので、そちらもお楽しみにしててください。はい。と、あとはですね、かがらじ始まったばっかりなので、私もなんせ手探りでございます。なので、今日はこんな感じで、トークと、あと音楽の2本立てで、やってまいりましたけれども、もう、もっとこういうことを話してほしいとか、こういうことを知りたいっていうのがあったら、これもあれかな？お便り枠と同じハッシュタグで言ってもらおうかな。そうすれば、一緒に探せるしね。とかあったら、お気軽に、あ、やった、よかったよかったよとか。ということで、ハッシュタグは、この後、X とブルースカイとタイツで全部投げますので、それでポストしてくれればいいかなと思います。マシュマロでも、普通にポストしていただくでも、どっちでも大丈夫です。はい。と、何言ってたんだっけな。そうそうそう。内容こんなこと言ってほしいとか、こんなテーマで話してほしいとかあったら、それも気軽に投げてくれたら、まだまだ、かがらじは続けるつもりですので、どんどん取り入れていきたいと思ってます。あと、よかったら、チャンネル登録と、まだの方は、高評価いただけると、すっごく嬉しいです。そうですね。さっき言ってた、曲作ってるよっていうこと。ゆるやまかがり名義かもしれないし、そうでもないかもしれない曲を、今、3曲ぐらい同時進行で作ってます。私は、もう流行ったり、こうやってラジオ的な配信やったりしてますけど、メインは音楽活動ですので、もうちょっと先になると思うけど、どんな形で皆様に曲として発表できるか、私自身もワクワクしているので、楽しみにぜひ待っててください。ということで、本当に生で見ていただいた方、ありがとうございました。あと、アーカイブでもう残りますので、アーカイブでも見ていただいた方、お付き合いいただき、ありがとうございました。次回以降も、かがらじ、いろんなことを
喋りたいなと、頑張って。もう一人芝居はもう勘弁したいんだけどな。思ってますので、また次回も楽しみにしててください。スケジュールもね、どっちかっていうと、かからじは、決まった日にできるだけしたいなと。決まった日、決まった時間にできるだけ定期的にしたいなとは思ってるので、またその辺もアナウンスしてしていきますので、お楽しみに。あ、曲楽しみだ。ありがとうございます。あ、今後のラジオの曲も楽しみです。ありがとうございます。楽しみにしててください。ぜひぜひ。ということで、皆さん、今日は1時間ほどでしたね。お付き合いいただきありがとうございました。じゃあ、次回のかからじも、あとは、その他、配信だったり、曲だったりも、お楽しみに待っててください。というわけで、おつかがりでございます。いい夢見てくださいね。おやすみなさい。というわけで、バイバイ。